CTSVCTS は GM が生産、キャデラックブランドで販売している自動車である。従来キャデラックは北米市場のみに注力してきたため、その他の地域ではキャデラック車はあまりに大きすぎると評価されており、ヨーロッパやアジアなどの市場では販売が振るわない状態が続いていた。また CTS デビュー当時の米国でのキャデラックオーナーの 平均年齢はおよそ60歳であり、本国では、リタイアした老人が乗る車というイメージが強かったため、より若い消費者に受け入れられる車の開発が、急務であった。このような経緯から、これまでのキャデラックよりコンパクトで、スポーティな CTS が誕生した。CTS の開発にあたっては、全く新しい FR プラットフォームの設計は、もちろんのこと、 ドイツニュルブルクリンクサーキットでの3年にわたりテストを繰り返し走行性能を磨くなどメルセデスベンツや BMW などに代表される欧州製セダンを強く意識しているアートサイエンスと呼ぶデザイン哲学に則っ,った外観を持つ最初のモデルである2002年に発表された2003年モデルでシグマアーキテクチャと呼ばれる新設計のプラットフォームを採用した 後輪駆動車である。キャデラックはオイルショック以降、長年にわたり全輪駆動にこだわり続けていたが、この CTS は1988年のシマロン以前のキャデラック初期の MT 車と同様に後輪駆動である。カテラの後継車種であり、北米最優秀自動車賞にノミネートされた。生産はアメリカ合衆国ミシュガン州ランシングで行われ、2006年には 中国でノックダウン生産を行っていたが、ノックダウン生産の関税の問題とこの地域の販売不振から再び、米国からの輸入に切り替わった。エンジンはもともと220馬力の3.2リッター V 型、6気筒 LA3 が搭載されていたが、2004年には可変バルブ機構を利用した3.6リッター V 型、6気筒 DOHC が搭載され、255馬力、 2 5 2ー b f t のトルクが可能になった。2005年からは3 2リッターエンジンの生産が始まり、CTS の廉価モデルとして V 型6気筒2 8リッターも登場した。またヨーロッパでの廉価モデルはそれまでの2 6リッターから2 8リッターに置き換えられた。2004年にはシボレエコルベットと同じ5 7リッター v 型8。 気筒を搭載した高性能版の CTSV もラインナップに追加された。トランスミッションはもともと自社製5リットル425、e、足 AT とゲトラグ製ゲトラグ265足 MT のどちらかが用意されていたがゲトラグ製5足 MT は2005年に愛新製機製 i-66 足 MT に変更された。日本ではべてで5足 AT 2004年4月モデルまでは2.6リッター、もしくは3.2リッター、2004年11月モデルからは2.8リッター、もしくは3.6リッターの部位があった6気筒版が発売され、一部の特別モデルを除きすべてで左右ハンドルが選べる。また日本仕様である右ハンドル車では、通常の右ハンドル輸入車では左側についているウインカーが、 日本国内向けの日本車と同様の右側についており、オプションでカーナビゲーションも用意されていた。しかし、日本国内の販売台数は振るわなかった。マトリックスリローデッドでは敵が乗るエスカレードエクストと共に派手なカーチェイスを演じ、マシンガンで蜂の巣にされた CTS の撮影用車両が映画のプロモーションとして世界各地で展示された。ゼネラルモーターズ副会長。 ボブルッツが2006年4月2日、報道番組60ミニッツのインタビューで試作者を明らかにした。外観、内装ともに2003年に発売されたコンセプトカー、キャデラック16の影響を受けている。4月に行われたドイツニュルブルクリングでの試作者による走行実験では、トランスミッションにマニュアルトランスミッションも用意されることなど、多くの性能や特徴が明らかになった。 2007年1月、ゼネラルモーターズは、この2008年モデルとして販売していた、新型 CTS をの北米国際自動車ショーに出品した。エンジンは、ベースモデルで、可変バルブ機構を利用した3.6リッターの258馬力で、V 型6気筒、252リッター BFT のトルクが可能である。セカンドバージョンは、無塩レギュラーガソリン仕様の304馬力。 274フィートポンドのトルクを発生させる新型3.6リッター直噴 V 型6気筒 VVT エンジン。トランスミッションは自社製6足オートマチックトランスミッション6リットル50がすべてのモデルにおいて標準装備のほか6足マニュアルトランスミッションが標準装備で用意される。またオートマチックトランスミッションのみオプションで4輪駆動の 設定ができる。サスペンションやブレーキ、ステアリングは前年に発売された CTSV から一部、改良され2代目 CTS に標準で搭載されている。標準装備は258馬力3.6リッターのエンジン、17インチホイールタイヤ、BOSE の8スピーカーステレオ、横滑り防止機構、空気圧測定モニター、オンスターによるアフターサービス。 オプション装備は iPod 接続端子、シートヒーター機能、回転式ヘッドライト、アメリカ国内の主要なランドマークや、リアルタイム交通情報、天気予報を表示するナビゲーション、BOSE 5.1CH デジタルサラウンド、40GB ハードディスクドライブ、リモート起動などがある。自動車雑誌、モータートレンドによると、ゼネラルモーターズはアメリカで、 CTS のクーペとステーションワゴンバージョンを販売するにあたって、それらをヨーロッパ市場でも販売することに好感を示した。ヨーロッパでは2009年春にも、キャデラック CTS ステーションワゴンの製造を開始すると予想され、2009年前半まで、米国モデルキャデラック SRX を段階的に廃止し、CTS ステーションワゴンに置き換えられる見通し。同様にキャデラックは、 セダンとワゴンにおいてソブ9から3をベースモデルとしたヨーロッパ限定キャデラック BLS を発売すると見られていたがこの計画はアルファカーの初公開まで保留されているオーストラリアとニュージーランドの両国では一時は撤退していたキャデラックブランドの再投入をこの CTS で2008年後半にも行うまた CTS の構成のオである CTSV の2台目は2009年モデルとして2008年第4四半期に発売される。なお2台目のエンジンには2009年発売のコルベット ZR-1 で使用される LSQ564 馬力が搭載された。標準装備のトランスミッションは6速、オートマチックトランスミッション、6リットル90で、オプションで6速、マニュアルトランスミッション、 tr-6060 が選べる。日本では2007年10月22日に発表され、2008年1月より発売を開始したが、2008年モデルは左ハンドルのみの設定だった。2008年9月6日より販売される2009年モデルには、右ハンドルの設定が復活し、同時にイギリス・オーストラリアでの販売も再開される予定である。また、 右ハンドル車のみ GM 車として初めてエレクトリックパーキングブレーキを採用した。2010年1月に発売される2010年モデルでは、後日の CTS スポーツアゴンの導入に伴うマイナーチェンジにより、より細分化されて4グレードとなった。V6 エンジンにおいては、これまでの214馬力2.8リットルから3.0リットルの直噴タイプに変更された以外は変更はない。 グレードは3.6リットル車は、プレミアムと3.0リットル車は、スタンダードラグジュアリープレミアムが導入される。また同年の10月28日に発売された2011年モデルから、車種名を CTS スポーツセダンと改名し、3.0、プレミアムと3.6リットル車には、新たに、リアビューカメラとサペリウッドトリム及び、ステアリングヒーターを搭載された以外は変更はない。 その後、2012年1月23日に一部改良が行われた。この改良により CTSV を除く全車がエコカー補助金の対象となった。また3.0リットル車のみに設定されていたラグジュアリーグレードはラインナップから外された。キャデラック CTSV2008 年 CTSV は大きく変化し、6.2リッタースーパーチャージャー付きの564。 PS 6100rpm トルク76.1 3800rpm エンジンとなり、0時速 100km は3.9秒。6AT が採用され、世代クーペ、スポーツワゴンの3タイプが用意されているが、日本仕様では、スポーツワゴン以外はすべて導入されている。キャデラック CTS クーペ2008年1月13日、ゼネラルモーターズは、 北米国際自動車省で CTS、V セダンと並び CTS のクーペバージョンを初めて公開した。2009年11月、アメリカにて市販モデルを発表した。日本仕様では2010年の秋頃に導入された。標準仕様にあたる CTS クーペと CTS、V クーペの2種類が導入されたが、両モデルともミニハンドル車の設定はなされていない。 その後は、スポーツセダン及びワゴン同様に2012年1月23日に一部改良が行われ、標準仕様がエコカー補助金の対象となった。キャデラック CTS スポーツワゴン2010年の新型モデルとして CTS ワゴンバージョンが登場する。キャデラックブランドとしては、初のステーションワゴンモデルである。エンジンは、従来の V6DOHC3.6 リットルと、 新開発の V6 直噴 DOHC3.0 リットルの2種類を搭載している。駆動方式は FR とオードの2種類が用意されている。米国では CTS、V タイプも用意されているが、日本への導入は未定となっている。なお日本仕様では2010年2月に導入され、駆動方式は FR のみである。グレードは セダンの2010年モデル同様に3.6リットル車はプレミアムと3.0リットル車はスタンダードラグジュアリープレミアムが導入される。ハンドル位置は3.0スタンダードが右のみ。それ以外は左右用意されている。ただし3.6リットル車と3.0スタンダード及び3.0ラグジュアリー並びにプラチナムの左ハンドル車は受注生産者扱いとなるので、 キャデラックとしては珍しく右ハンドル中心のラインナップとなった。こちらもスポーツセダン及びクーペ同様に2012年1月23日に一部改良が行われ、全社がエコカー補助金の対象となった。それ以外はスポーツセダンに準じた構成となっている。2013年のニューヨークモーターショーでワールドプレミアされ、その後アメリカで販売を開始した東大は、 弟分である ATS が登場したことにより、サイズが一回り拡大されて E セグメント級の車格となった。その一方で、バリエーションをセダン一本とした上、ダウンサイジングコンセプトにより V8 エンジンは廃止され、代わりに CTS 発となる直列4気筒エンジンを採用した。この直列4気筒エンジンは軽量化と高出力。 燃費向上を同時に狙ったユニットで、基本的に ATS に搭載されるものと同一で、あるが、各部のリファインにより、最大トルクが向上している。また、キャデラック発となる、アルミニウムドアの採用をはじめ、各部に、構造用接着剤や、アルミニウムやマグネシウムを積極的に採用し、溶接には、スポット溶接を、そして前後重量配分を、ATS 同様に50。 50とすることで、仙台比で約 100kg もの軽量化と40%の合成アップを達成している。ただし、適切なハンドリングと乗り味、そして振動抑制を実現するため、リアサスペンションのサブフレームはあえてスチール製としている。新機軸として採用されたマグネティックライドコントロールは7代目コルベットにも採用される高度なもので0.001秒ごとに、 路面状況を検知し、0.005秒でダンピングを変化させる可変ダンピングシステムによって精密なボディコントロールを可能としている。インテリアには SRX-XTS に続いてインフォテイメントシステム Q が搭載され、オーズサウンドシステムを採用し、手作業で仕上げられた本比較シートやリアルカーボンファイバー、リアルウッドなどをふんだんに使用した。 日本市場では2013年12月4日に発表され、2014年4月12日から販売を開始。日本仕様は直列4気筒エンジンプラス 6AT、左ハンドルの組み合わせのみとなり、グレードはボトムのラグジュアリーと上級のエレガンスの2種であったが、後の紹介量でプレミアムの単一グレードに変更された。追って、 ホットバージョンである CTSV も投入され、こちらはベースであるスペック a と安全装備やカーボンパーツをふんだんに盛り込んだスペック b の2種が設定される。2016年3月、生産しているグランドリバー工場で従業員を一時解雇した。2019年にて生産を終了した。後継車種は CT5、CT6 となる。CTS は カテラツーリングセダンの意味である。ありがとうございます。